体縁食べたいということで、体縁に挑戦しようと思うの。やっぱり超えてみたいよね、その頂を。憧れ、ときめき、アメリカ。玉ねぎか。私は泣かない。生の玉ねぎ絶対必要。マックだから粗めのみじん切りだね。次はピクルスって、え、ちょ、何勝手にボンバーしちゃってんの。まだボンバー早いって。まあ、じゃあピクルス切っていきます。薄さはお好みで。いくぜ、パティの味付け。ここがハンバーガーで一番重要と言っても過言ではないね。キムタク兄さん、こうやって持てばいいんでしょ。あれ、やば、何だったんだ今のは。ボンバーしちゃってた。ボンバー、私今まで何度も失敗してきて、やっとたどり着いたこのおにぎり製法。ハンバーガーって美味しいよね。家で本当に美味しいハンバーガー食べたいよね。次は味付け、まずは塩。順番はどうでもいいけど、気持ち多めにかけるのがいいと思うよ。味の素、抵抗のある人はなしでもいいと思う。オールスパイス、ナツメグ、ここポイント、クミンシード。粉じゃなくてこの形状のやつが好き。ワイルドさが全然違うんだもん。アメリカって感じ。こんな風にこぼれたスパイスを全面にくっつけて、あ、ムラがあっても全然大丈夫。おにぎり製法でこの肉玉を作っていくって感じ。アメリカのおにぎりだね。さあ、油を引いて温めておいたフライパンでこのアメリカのおにぎりを焼いていくよ。アメリカの焼きおにぎりだね。って、どう見ても焼きおにぎりなわけないよね。肉だもんこれ、肉。うひゅー、こっからは肉が焼ける様子をお楽しみください。こんな感じで押しつぶして焼くから、味付けにムラがあっても大丈夫ってわけ。ここで胡椒。なんかアメリカのハンバーガーの動画見てたら、だいたい押しつぶしてから胡椒かけてるんだよね。よくわからないけど、何か理由があるんだろうね。そろそろひっくり返すよ。目安は自分を信じて、ここだって思うときがいい。こうやって野生の勘を取り戻すの。私いつもそうしてる。これは修行に似た何かだね。何かに似たあれだね。あれって何？それは君の心。心って何？さらば、すべての夢見るハンバーガーキッズたち。どうせこの後軽く蓋して蒸すから赤いところがあっても大丈夫ってことだよ。どうだいこれ、うまそうだろ。焼いてるんだぜ。今回は奮発してチェダーチーズにしてみちゃった。だから材料費は結構かかってる。コスパの面で言えばマックと手作り、美味しさと価格、トントンかもしれない。レタスとか、ひき肉とか、玉ねぎとか、バンズとか、ハラペーニョとか、合計で810円以上したと思う。810円？うわぁ、美味しそう！チーズとろけてる。
どう？みんな、美味しそうでしょ？こっから仕上げに入っていくよ。うわ、ワクワクしてきた。うわ、完璧じゃん。こんなの絶対美味しいに決まってる。失敗しようがないよね、もう。バンズもフライパンで焼いていくの。アメリカだよね。ここポイント。ソースは適量に。お肉の味とのバランスが大切。オールヘビーはやめた方がいい。レタス乗っけて。きたー、見てこの完璧なパティ。うまそうでしょ。チーズのとろけ具合が最高。上にハラペーニョ乗っけるから、間にピクルス入れてみた。順番なんて何でもいいよ。田淵だから2枚目。うわー、お前、ステーキのこと考えてんだろ。俺の目と手を見ろよ。体ぶち、作るんだろ。キムタク兄さん、ありがとう。私、もう、迷わない。気の抜けたコーラなんていらない。私が欲しいのはこれ。違う、ステーキじゃない。今夜は体ぶちって決めたんだ。やっとできた。やっとできたんだ、体ぶち。私はアメリカだ。アメリカなんだ。アメリカ、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 バンバー。やっぱりできないよ、キムタク兄さん。こんな持ち方、手作りだから厚さが違うの。ごめんなさい、こんな私を許して。いいよ、好きに食べな。大成功。めちゃくちゃうまいのができちゃった。100% ビーフじゃなくても十分うまい。クミンのおかげかも。体縁にはやっぱりこれが一番合う。ミラクルボディ V ボンバー。